マイクの調子が悪かったのでアフレコでお届けします。今日はプラウドマーケット RCA というナイトマーケットにやってきました。もうね、みんなが知らないような穴場スポットになってると思いますので、早速紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。まず入ってすぐのところにはなんかマーラー屋さんみたいなのがあったんですけど、お店は閉じてました。そして反対側にはクレープがあったんです。これ前食べたことあるんですけど、普通にめちゃくちゃ美味しいクレープ屋さん、お寿司屋さんってありました。で、あとはシーフード屋さんがあったりとか、結構いろんな種類のご飯屋さんがメインで置いてありました。で、こっちにはたこ焼きもあった。そう、食べてないんだけど。で、ここはタイ料理屋さんかながあったりとか。で、一番奥の方になるとムー型とチムチムがメインでお店をやってるみたいで、チムチムとそのムー型屋さんっていうのがいくつかありました。そして前回来たことがあるのがここのお店です。ここはチムチムとムー型のお店になっていて、どっちを食べるみたいな感じで決めて、その後にこれセットになってるので、セットを頼んで S サイズ199バーツ、 M サイズ329バーツみたいな感じで、こうセットを頼んで食べる感じになります。で、今回食べに来たのはここのお店になります。前回とはね、違うお店になります。メニューはこんな感じで、やっぱセットで売ってるのがメインになってて、あとはアルカルトみたいな感じで注文することもできるみたいです。こんな感じ。はい、ということで座ったんですけどね、なんか人が多すぎてマジギリギリでした。見て、マジで結構ほぼ満席に近い感じで人が多めで、今回はあそこの黄色い看板があるところ、あそこでチムチムを注文しました。はい、ということでこんな感じで届きました。こっちがお肉と、結構いろんなものが入ってる、お肉とウインナーとレバーとイカとエビ、そして卵って感じで、こんな感じで結構種類豊富。あとは野菜も、うわ、名前がむずい、わかんない、なんかもう野菜とキノコと人参と、あとマロニーちゃん的なやつも入ってます。ということで早速入れていきたいと思います。熱いんだけど、野菜から入れればいいのかな、この手でいっちゃっていいかな、大きいから手でもうちぎります。うい、スープに色がもうすでについてる感あるよ。もうさ、どんどん入れていきます。人参、キノコも入れちゃおう。混ぜます。うー、これがね、本来のチムチムらしいんですよ。ここの上で混ぜるっていう。結構ね、一枚一枚が大きいかも、お肉。ほら、なんか重量感あるもん。じゃあもう入れちゃいます。これ一気に全部は無理だわ。エビも入れとこう。一回待って、これもう無理だから、一回これで一回蓋して、確かに待ちたいと思います。ちょっとグツグツしてきたので、多分そろそろできてると思います。せーの、オープン。わー、めっちゃいい感じでグツグツしてるやないかーい。めっちゃ美味しそう。お、どうどうどう、おい、めっちゃいい感じだ。わ、めちゃめちゃ煮込まれてるよ。とりあえず引き上げます。こんな感じになりました。イエーイ、美味しそう。で、ソースがこの何ソースっていうの、あのなんかタイの定番の鍋ソースみたいな感じのがついてるので、まあ、とりあえずこのまま一回食べてみたいと思います。いただきます。うん、あ、まあ、これすごいわ。これまさにタイって感じ。なんていうの、この、 あの煮込まれてて、多分日本では味わえない味なのよこれ。全然これとは多分結構味が濃いわけよ、ちょっと辛いし。だからつけないで食べても全然美味しい。本当に逆につけない方が美味しいんじゃないかっていうぐらい、このまま食べてマジで美味しい。
なんて言うんだろう、この葉っぱの味、え、なんなのこれ。このさ、味の表現がマジでわかんないけど、マジでめっちゃ美味しい。お肉も食べよう。最高。しかもなんか今日めちゃめちゃ天気いいのよ。天気いいっていうか上がりで、なんていうの、涼しいのね。めちゃめちゃ風が結構出てて、別に雨が降るとかそういう感じじゃないんだけど、本当に涼しくて気候がいいから、こういう日に外でこれでね、熱いものと一緒に食べるのマジで最高すぎる。だって全然暑く、まあ、ちょっと暑いけど、なんかいい感じで食欲もうどんどん湧いちゃってって感じ。本当に美味しい、めちゃめちゃ美味しい。え、どうしよう、このスープも飲んでみたいと思う。これね、スープがやばいと思う。なんかもう煮込まれてるから、もうさらに美味しくなってるのよ、元のやつより。あ、ほらこれマジで、はぁ、おいしい。アロイマーハー、これぞタイって感じ。はい、じゃあこっちまだね、あと一皿分あるんですよ。これももうあと全部入れて一回煮込んじゃいたいと思います。結構すごい量だよこれ。一皿って言うけど、なんか太っ腹ぐらいの勢いでめちゃめちゃ量がある。え、多分250バーツぐらいだから700、800円くらいだと思います。だから結構お得かも。で、あと野菜も一皿って言ってきて、この値段だから2人で700円、2人分ぐらいあるから、2人分2人前で700円って考えたらめちゃめちゃお得じゃない？え、リーズナブルすぎるでしょ。しかもいろんな種類で海鮮も食べれるし、お肉も食べれるしっていうところがめちゃめちゃいいと思います。じゃあこれでもう一回煮込みたいと思います。いってらっしゃい。はい、第2弾食べていきたいと思います。オープン。もうさらに煮込まれてるからさ、もう美味しくてたまらないよ。さっきから思ってるけど、もうめちゃめちゃさ食べちゃってるからね、具の量半端ないんだけど。よいしょ。なんかね、スープが結構甘めらしい。なんか私的にはちょうどいいんだけど、結構甘めっぽい。やばい、熱い、熱いよ、いけ。やっぱね、さっきも思ったんだけど、なんかちょっとさっきもね、ソースつけて食べてみたんだけど、まあちょこちょこちょっとつけるぐらいは平気なんだけど、やっぱりつけないで食べた方が一番美味しいかなって私は思った。うん、アロイマーハー、うん、よりもやっぱ美味しくなってる。なんだこれ、なんだこれ。なんかこう煮込んだから甘さがちょっとこうプラスされたっていうか、もうなんかいろんな煮込まれた味がさ、こうもう全部入ってるから、マジでめっちゃ美味しくなってる。これ最高です。じゃあ最後は締めの春雨を食べたいと思います。決まった、無事に閉まりました。はい、ということで今回はプラウドマーケットっていう結構穴場な場所だと思うんですけど、 RCA のところにあるので、ぜひ機会あったら皆さんぜひ来てほしいなと思います。なんか多分本当に現地の人向けのナイトマーケットって感じだと思うので、なんかそんなに観光客価格じゃないのここだから、結構その今回この食べたチムチムセットも M サイズなんですけど、250バーツぐらいだったので、だいたい1000円しないくらいで約2人前くらい食べることができて、本当にマジでお腹マジで普通に膨れます。小さめのナイトマーケットではあるんですけど、お店の種類が結構いろいろ豊富だったり、でもなんか一番奥にメインであるのがこのムー型とチムチムがあるよみたいな感じなので、ぜひともねここに来てチムチムとかムー型を食べてほしいなと思います。ここマジで穴場だと思います。おすすめです。あとね、今回映ってなかったんですけど、カニチャーハンっていうのも食べたんですよ。で、カニチャーハン、カニの身がしっかりたくさん入ってるのに、そのカニチャーハンも50バーツという破格で食べることができて、しかもめちゃめちゃ美味しかったんで、それもおすすめです。なぜかマイクが最後取れてなかったのが悲しいですが、この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ヤールーム、ゴッドライ、ゴッドシェア、ゴッドサブスクライブ、ゴッカディン、ハイドアイナカ、以上、ハルピーでした。バイバーイ。